オーケストラを楽しんでる皆さん、こんにちは。オーケストラレッスンは毎回オーケストラの曲を1曲取り上げ、実際に演奏しながら解説していく番組です。その中で弾きにくい箇所やうまく弾けるようになる練習方法、合奏の中で気をつけることなどを解説していきます。それでは始めましょう。本日の曲はこちら。ボロディンのダッタン人の踊りと並ぶ代表作の一つ、中央アジアの草原にて。この曲は日本では音楽の授業で取り上げられたり、オーケストラでも演奏頻度の高い曲ですよね。当時のロシア皇帝アレクサンドル2世の即位25周年と、ロシア皇帝を東に拡大した功績を称え、ボロディンに移植されました。冒頭のロシアを表す主題、そして途中に出てくる東洋のメロディーを織り交ぜて作曲され、特に東洋のメロディーが日本人にとって馴染みやすく、そのことも人気がある理由の一つではないかと思います。それでは早速見ていきましょう。冒頭のフラジオレット、倍音は助走の雰囲気を作るにあたり重要な音となっています。小さすぎてもダメ、大きすぎてもダメ、その塩梅が難しいところです。取り方は同じ音でもいくつかありますが、この冒頭の場合は A 線の第一ポジション、もしくは実音の上を少し触るだけの2つに分かれると思います。下のフラジオは響きのある明るい音、上の音は響きは少なめですが安定感があります。個人的には冒頭は遠くで鳴っている雰囲気が欲しいので、上のフラジオで演奏することをお勧めします。弓ですが、フラジオは基本的に駒に近い方がはっきりとなりますので、まずは限りなく駒に近いところで演奏してみてください。もし鳴ってくれなかったり音色が良くなければ、だんだんと指板に近づけて、どこかぴったり鳴ってくれるところがあるはずです。ご覧のように私の楽器、私の弓はかなり駒に近いところで演奏してますよね。しかしこの位置はフラジオの音程によっても違いますし、楽器、弓によっても違いますので、各々探ってみる必要があります。もう一つ、弓のスピードも重要です。ピアニッシモだからといってゆっくりな弓で動かすとかすれて音になってくれません。ある程度のスピードは必要ですので、音量の調整は弓圧でコントロールしてください。ここで初めてフォルテッシモが出てきて、管楽器の雄大なロシアの主題を弦楽器の重音でなぞります。すべての重音にアクセントが書かれていますが、全部同じように弾いてしまうと単調になってしまいますので、管楽器のメロディーに合わせてフレーズを作ってください。もう一つ大事なポイントは、短くなりすぎないように気をつけてください。指揮者に短くと要求されたとしても、しっかりと響きを出すためにある程度の長さは必要だと思います。弓を多く使って雄大に演奏しましょう。この東洋の主題は装飾音符の弾き方が重要です。早すぎても遅すぎても雰囲気を壊してしまいますので、一度声に出して歌ってみて、歌える速度がちょうどいい速さだと思います。この時代、ヨーロッパの人々にとって東洋というのはまだまだ未知の世界で、エキゾチックなイメージがあったと思いますので、全ての音符を均等に演奏するのではなく、例えば3連符の最初の音を少し長めに弾いてみるとか、細かいクレッシェンド・ディミネンドをつけてみると、ヨーロッパの音楽とは違う雰囲気が出るのではないかと思います。
最初の8小節はファーストバイオリンにとって唯一この時だけロシアの主題を演奏します。先ほどの東洋の主題と違い、こちらは揺るぎないリズムで堂々と弾きましょう。219小節目からの東洋の主題はロシアの主題を弾き終わった後、少し間を空けて気持ちを切り替えて演奏しましょう。242小節目のメロディーは音楽がだんだんと消えていっていますので、個人的には音色を意識してデー線で演奏しています。その方が少しくすんで消えていく雰囲気が出ると思いますので、もしよかったらそうやってみてください。セカンドバイオリンはファーストバイオリンとほとんど同じことを演奏していますので、2箇所のみ取り上げたいと思います。175小節目からのメロディーと210小節目からのメロディーはファーストバイオリンの1オクターブ下を演奏しています。この時代はこういった場合、下のパートを弾いているセクションが少し大きめに演奏して上のパートをサポートします。それが良いバランスを作り、オーケストラ全体もふくよかな音になります。さて、オーケストラレッスン、今回はボロディンの中央アジアの草原にてお送りいたしましたが、いかがでしたでしょうか。遠いところから近づいてきて、また遠いところへ消えていくというシンプルな構成ですが、その中にもロシアの主題、東洋の主題といった対比があったり、バランスの取り方、フレーズの作り方など注意しなくてはいけないところがありましたね。オーケストラレッスン、これからもどんどんアップしていきますので、楽しみにしていてください。またこの曲をアップしてほしいというリクエストがありましたら、なるべくご希望に添えるようにしたいと思いますので、コメントもどんどんいただけると嬉しく思います。それでは今日はここまで。皆さん、楽団の皆さんや指揮者と楽しい音楽の時間をお過ごしください。